どうもどうもありがとうございます。まあなんといってもアセさん、はい、デューン砂の惑星のポールの雰囲気、そうです。出てます。ありがとうございます。前回もちょっとそれに寄せましたねポールに。ポール、ふわっとこう。本当だは。い、ありがとうございます。ですがなんですかね。あのごめんなさい。えっとお隣の方はどなたなんですか。どなたなんですけど、あの総制作費十万円のデューンのあるコネって。総制作費十万円デューンの。 なんか僕は用意してもらったんですけどこれなんか自分で買いに行くか自分で揃えたそ揃えへんよそろえなんか用意されてなくてそれ自分で揃えた違うよせめってさこういうのやんやったらさないろいろ合わせてほしいのよこんなにも肌の色が違うかっていうぐらい俺こんなに肌黄色やと思われてるいや俺はわかるよポールやん誰ねどこがやねん ファルコンネって歩きやすい靴履いてたっけ <laughs> こんな歩きやすそうな皆さん、これ撮ってくださいよこれ歩きやすそうな靴でした俺だけ雑やねん <laughs> 僕はちゃんとねブーツで、ショートブーツでなんかね <laughs> 雑よメイクさんがもうその春こんね僕調べたんですよ春こんねんの役の人メイクに7時間かかるんすけ7時間よ僕、うん、5分よ。<laughs> <laughs> どうなってんね。もうちょっとかけてくれよ。いやいや。僕大好きでね、本当に映画 SF 映画本当に好きで、この映画も楽しみにしてて。だって僕らの会社のその先輩のね師匠のなんて自称伝みたいなのが映画になるなんて師匠のいや村上昇二さんのええその自称伝がおにじゃおドゥンちゃうでこれえ？ドゥン 少子症のドゥン、デュン、あ、デュン、あ、ドゥン、デンやったらお兄ちゃんよもう少子来るわ、多分スケジュールもえ、ドゥン、ドゥン、いや自少デこんなん出てけへん、少子症の話、これ少子症じゃ、少子症えこれ漢平少子症だって、違う違う違う、仲いいけど、あ少子、違うすみませんねなんかジョークですね、ジョークを言われたんですね今。 ススパイをあとですね、もう一つ、お二人にはね、やはり伺いたいんですけれども、はい、アトレイデスケットそしてです、ね、ハルコンネン家という一族を守る戦いにもなっていますお<ー>やはりお二人はあのお笑いの一族に名を連ねる存在でもありますので、おじ様はね、神岡隆太だそうでいらっしゃいますんで、そ,はいはい、そのお笑いの一族をこう継いでいくっていう、そういうプレッシャーであったりとか、<laughs> 一家の流れを継ごうという心に決めた、その時のなんか思い出とかってありますでしょうかね。はい、で僕らお笑いいの一族というよりかは、はい あのほんまにねあの漁師一族なんですよ、僕らそ<う>漁師なんですよ、うん、家系が全員、魚のね <laughs> 父親の,方のえっ、ー、のお兄ちゃんとかそういとことかもほとんどがもう漁師で,、うん、で父親も船乗りなんです、うん、フェリーの船長とかやってたんで、うん、もうその海関係なんで、うん、だから逆にねその僕らも自然と海関係の仕事をつくんかなとか思ってたんですけどはい、はい、今は、お笑いという大海原に。

でもね、頑張って、やっていきます感想したいなと思ってますよいや、でも本当、大人気でね、本当、見ない日はないというところで、大変なね、プレッシャーもあるかと思いますけれども、応援してますんで、頑張っていただきたいと思います。